はい、ちょっと今アップロードを1の1にとしてきたんですけど、1の1の最初やっぱりマイク変ですよね。響いてますよね。ごめんなさい、モードを昨日のライブで変えてたままになってたということでして、本当にお聞き苦しかったと思いますし、あと僕の興奮はアップロードしてる時に僕自分で再生してたんですけども、僕のかくれんぼとかバースデーに対する興奮がめちゃめちゃ気持ち悪いっていうね、1の2も含めて、そういったところをちょっとお聞き苦しくお目汚し、なんつうのですが、いいじゃないですか。そういうゲーム、そういう風に楽しいゲームですってことです。あとちゃんと音楽も聞こえたんやけど、やっぱり 2,3 曲元の原曲、オーバークックのどっかのステージの DLC の原曲がアレンジしてバースデーの中に入れ込まれてますよね。バースデーっていうか、バースデー有名なソングの中に。ね、あれ？あれ？新しいの？また興奮できるし。何何何？ちょっと待って、ちょっとタイム。お茶を刻んで蜂蜜を用意し、ミルクとネット。なんか温度計やったな、今。でけえ、思ったより壺。お茶。おー、これ新しい。また気持ち悪くてごめんなさい。歩いてる。気持ち悪いって言ってごめんって言いながらずっと気持ち悪いよ。すげえすげえ新しい。これは新しい。これは興奮するわ。イギリスやな。サマータイムやな。サマータイムやわ、本当に。そうですか、そうですか。これ、え、これ、どうすん、え、な、誰の声今の。こんな、そんなにルンバ？ルンバ俺、買ってねえよ。だって、端っこそんなにいけると思ってなかったけど、いけるんやん、ルンバって。誰の声？時間止まってる。落ち着こう。誰の声？来るか、ここ。ここ来るか？うわ、ルンバの、ワンやっていうか、一回もワンとかツー触ったことないけど、そんな感じ。これ初めてやな、このお茶っ葉みたいなの。イギリスやな。掃除しきれてね、左の下掃除しきれてねえぞ。真ん中と何？水？何水って？どっかにあるんか？何水って？あれ？ちょっと待ってね。これやろ？え、水じゃないな、あれ。コップか、普通に。あれ？これ何？どうすんの？これ本当に。ボタンある。うわ、何？あ、水や、やっぱり。水入れるんや。俺、わけわからんくなってた。あれ、水じゃなくてコップやんって言ってたけど、水やん。水っていうか、お湯やん。そっか。紅茶やもん。うわ、牛乳入れちゃってるわー。はーい、入れちゃってるな。そうかうわ、これ新しい。これ2つ新しい。まずかくれんぼ新しい。半分かくれんぼ新しくて、かくれんぼはそのー、洗わなかんねん、お茶っ葉。お茶っ葉あ、ごめん、ちょっとタイムしていい？タイムするんかい。このね、サムネイルがここで止まるのも僕は好きですし、王国の。で、その、ルンバの動きをしたのも1の3から初めてだし、お茶っ葉捨てるの面白くない？チーム17にフィードバックしといた方がいいんじゃないですか。お茶っ葉俺捨てなあかんかと思ったもん、今一瞬。ついてたから。水洗いじゃなくて、一回ゴミ箱に。それ新しくない？あとお湯。これお湯が新しいんですね。この面いっぱい新しいのあるし、まだ俺が新しいことを追加しようとしただけでした。すいませんでした。興奮です。興奮をしてるだけです。出てくる位置がなんかね、最初の時はなんつったらいいんかな。最初は、あれね、かくれんぼや。これもかくれんぼかい。これも新たなかくれんぼかい。隠れた方が遅いんかい。これ何？こんなのねえの。うわ、慣れてねえ。ルンバってさ、何パターン出てるので、しかもそれってどのくらい効果あるの？ボタン戻らんのやな、取らない。蜂蜜入れるわけなんか。
紅茶はロイヤルミルクティーになってるんでしょうね。ロイヤルミルクティーじゃない人もいます。でも蜂蜜っていうのは僕あんまり飲んだことないです。僕はてかイギリス行ったことないです。てかヨーロッパに行ったことはないです。でもインドは行ったことあるんですよ。インドはロイヤルミルクティーでした。でもあいつっていうかあいつっていうかさ、もう何年も前なのにさ、あの火の下にいたおっさんのことを今あいつって呼んだんですけど、マジであれよう俺腹壊さんかったなと思いましたわ。その後日別のことで壊すんですけど、ロイヤルミルクティーでは壊さなかったし、味はめちゃくちゃ美味しいんですよ。ただ絶対汚いっす。でもイギリスは綺麗そうでしょう。味はね普通美味しいんです。まあでもロイヤルミルクティーですから、普通にここの紅茶のロイヤルミルクティーと一緒ぐらいの感じなんですけども、僕が飲むと、ガクトが飲むと違いが分かるのかもしれませんがね。これないって絶対怒られるよ。また俺メニュー見てってつって、また出るよメニュー見てって見てるって、この世にあるプラチナ全部取ってるやんじゃ俺。見てるよそりゃ俺もあ、いいね、結構喋れてるね、結構喋れてるよ。ここいいね、喋ることいっぱいあるわ。もう喋ることないかなとか思いながら、今僕ちょっとフライ食べてきたんですよ、フライを、うん、これ何、これ最後やろな、慣れてないんですわ。いっぱい投げてきてよね、これ。あれ、あああれも取れんない、あれは取られんないな。なんでこの人入った今。蜂蜜ミルクティーってどんな感じだろう。あ、蜂蜜ティーかこれ。そんなにその邪魔にならないっていうかさ、あのルンバが。最後の集中力。あれ、思ったより遅かった。あぶねえ、俺クリアで金型どこやったんじゃないか今。454って何点やったろ。ああ、危なかった。いや面白い、タイムして話したくなるぐらいやった。何やったっけな、ルンバと、お湯と、この二つが新しくて、お茶っ葉捨てたいっていう話でしたね。いやー、まだまだ出ますね、こういう新しいこと。で、今、直前には無印の攻略をしてるわけですから、無印は投げれないっていうだけじゃなくて、こういう仕掛けももう全部シンプルなんですよね。だからもう圧倒的に2の方が DLC、そしてこの王国の方が、圧倒的にその出てるわけで、わあ、かわいい。もう毎回気持ち悪くなる、俺。何このちょっとしたギミック。圧倒的に複雑になっていってるわけですから、その辺を楽しみながらクリアできるわけなんですけども、無印は無印でそのストイックさが関係してて面白いってことなんですよね。わあ、風船飛ぶんだって、こう楽しめる、ここだけでもね。はい。じゃあ失礼します。